それではこちら今日のおすすめでございます。イタリア製のゼニアですね、の中でもエルメネジルドゼニア、このいかがですか。鏡面仕上げのようなすごい美しいツヤなんですよ。やや明るめのグレーですかね。品の良い、ちょっとこう白の抑えめのストライプ、そんなに主張があるわけではないんですが、遠目に見るとね、ややストライプという感じの、バラになっています。でこのツヤツヤ感、なんか特殊な加工がしてあると思うじゃないですか。これが実はこれはトロフェオウールゼニアの中でもトロフィーを取った、これトロフェオ、イタリア語でトロフィーという意味ですけれども、最高級ウールのみを使ったこの上質なウールだけが出す自然なツヤですね。こんなにね美しく仕上がるんですね。なので上品なスーツが欲しいという方はぜひベスタの手縫い仕上げで着心地よくスタイリッシュに着てみてください。で、今ねネクタイのオーダー、イタリアの工房で手作りしております、ネクタイの工房オーダーをやっておりますので、おすすめ生地、ネクタイの別注生地もご用意してみました。グレーと水色相性がいいので、これブラウンも相性がいいので、どうですかね、ちょっと柔らかい印象の上品なコーデだとこっちかな。でこれは大きい水玉なんですけれども、どうですか、これだいたい4センチ間隔ぐらいの大きい水玉、この水色グレーのセットもちょっとおしゃれで、遊び心がある感じでいいと思います。でこちらおすすめシャツもね一緒にご用意してみました。アルモね、スイスの高級綿になりますけれどものセット、ちょっと爽やかなねコーデでいかがでしょうか。